ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。頼りにしてます。皆さんこんばんは、ドクター林です。今日は3月8日ですね。あったかったですね今日は、なんか20度近かったみたいなんですけどね、もう寒くなったり暑くなったりということでね、なんか体がおかしくなりますやっぱりね。まあ、そうするとやっぱり一番飛んでくるその苦しく具合が悪いのがその花粉症の方でね、もう今日もね窓を開けたら急にくしゃみれたりなんかして、私もね今年から花粉症になっちゃったみたいなんですけども、花粉が飛んできたり、それから何ですか PM2.5 だとかなんかわけのわかんない物質が飛んできたり、黄砂が飛んできたりとね、これから結構大変だと思いますよね。 PM2.5 って要するにそのものすごい小さい、粒状物質と言われてますね。で要するにその髪の毛の30分の1ぐらいのなんか幅ぐらいないような粒子で、これが体の中に入ってくると、要するにその気管支の中に入ってきて、ずっと気管のその肺胞という部分に入り込んだりする。それから心臓とか循環系にも入り込んでですね、血栓を作ったりするということで、ね、なんか非常にこう怖いですね。普通の花粉とかなんとかだったらアレルギー反応を出して起こして、そのくしゃみ、鼻づまりだとかね、喘息が起こるとかいうくらいあるかもしれませんけどね、まあ、その PM2.5 とかそういうのが入ってくると、要するにそのもっと深いところまで入ってきますから、そのいろんな話、血栓を作るということは要するに血管が詰まるということですからね、心筋梗塞とか脳梗塞なんか起こしかねない。それから気管支も奥の方に入ってくると、いわゆるその COPD といわれるそのタバコ病なんていうことがありましたけどね、そういう肺気腫のような病気になりかねないということでね、ちょっといろいろと心配なことが多くなりましたよね。それもその結局はまあディーゼルガスだとか、まあその大気中のいろんなその人肺の汚染物質、そういったものが偏西風に乗ってどっかから飛んでくるわけですからね、やっぱ怖いですよね。まあそれを防ぐ手段、まあ花粉もそうですけどね、マスクをしたり、それからよく手を洗ったりうがいをしたりということしか結局ないみたいなんですけどね、それでもやっぱりそれだけをきちっと励行することによって、さまざまなそういう症状が防ぐことができるということでね、ぜひやっぱりその外出するときは今マスク必要ですよね。インフルエンザのときは私ね、インフルエンザとか、まあ、風邪のときはねマスクなんか必要ないんじゃないかと思ってたんですけれども、やっぱりちょっとこの今の状況は花粉だとかその PM2.5 だとかですね、黄砂とか、まあ、そういうこと言われると、やっぱりちょっとマスクかけた方がいいかなというふうに思いますね。でやっぱりよくうがいをすることだと思いますね。よくうがいをしてよく手を洗うということで、予防できるんじゃないでしょうかね。まあこれから本当ますます風が吹いてきたりなんかしてですね、ひどくなる花粉の方もひどくなると思いますけどね、頑張って、過ごしていただきたいと思います。で、まず今日の1曲目は柏原芳恵さんの春なのにという歌を聴いていただきましょうね。1983年中島みゆきさんの作詞作曲です。
毎回楽しく素晴らしいゲストの方をお招きしてお話をお伺いします、健康ゲラゲラクリニック、今日のお客様は女子プロレスラーの神林亜紀さんと石橋葵さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。神林亜紀さん、はい、神林さんって私はあんまり馴染みのない声名前なんだけど、はい、ミスモンゴルって言うとねなんか昔だけど、はい、私はもうじゃあ女子プロレスは、まあ、あの前女時代からずっと関わったんだけど、はい、その後は、まあ、そのあんまり女子プロレスって、まあ、男の中の結構男の中にこう女子の選手が入るようになったんですよね、はい、でその時に FMW っていう団体があって、はい、そこで活躍したのがミスモンゴルってペイントしたレスラーだった、はい、その時は一番なんか印象に残ってるんですけど、だいぶ前の話ですね、はい、そうですね、たまにあのまたミスモンゴルになったりとか。あ、やってるんですか今。はい、ああ、たまにしてるんですけど。一番最初はそもそも神林さん一番最初はどの辺からプロレス始めたんですか。何歳ぐらいからやったの。ですね、もともとですね、あの入り口があのもし元気が出るテレビっていうテレビ番組がありまして、うんうんうん、あの一つの企画のコーナーでそのプロレスラーを目指したので、もう相当大きいで16ぐらいだったんですね。ああ、16歳の時に、はい、そこで、ま、そこでプロレスラブなんか養成する何かって、そのオーディションがあった、そうですね、あのその元気が出るテレビの番組の中で、あのその山本小鉄さんが、はいはいはい、あのコーチで、あったそれはね、はい、あったね、まずそこ の、うん、あの番組に残らなければいけないので、うんうん、まあ、応募の中からそのオーディションを受けて受かって、その女子プロレス予備校っていう、はいはいはい、そのまあ学校みたいな感じで、まずそこに入ったんですね。それはテレビ局がやってる学校ですね。そうですね、テレビの中の学校 で、うんうん、で私地方で北海道出身なもんですから、うん、あのまあそのワンクッションなければわからないと言いますか、今はもう ご当地の団体っていっぱいあると思うんですけども、その当時はなかったので、とにかく東京に行かなきゃみたいなのがあって、あ、たまたまその時そういう企画のなんかテレビで募集みたいなのが流れたので、もちろん応募してしまいまして、でオーディション行ったらちょっと受かったと、はい、でそこからそういう女子プロレスの予備校みたいなところに入って、はい、まあちょっと1年弱ぐらいなんかこうみんなでその練習したりとか、そういう番組の企画がありまして、でまたさらにそのオーディションがありまして、あの昔のスター誕生みたいな感じで、はいはいはい、その各団体がこう、あの欲しい人番号でこう、札を上げてもらってみたいなのがあって、あのそこからそのまたレスラーとしてのまた第一歩っていう。それはどこ、それが FMW だったの。その時にあの当時そんなに団体で実はなかったんですよ、女子もその全女ガイアもまだなかったので、全、はいはい、女 JWP、LLPW、FMW くらいだったと思うんですね、昔は。それであのたまたまその時になんか LL さんと FMW が挙げてくれて、で私はもともと FMW にちょっと入りたかったので、はい、あのたまたま挙げていただいて、で FMW にっていう。あ、それはだけど結構あの変わったってあれだけど、あんまりない道ですよね、それはね。そうですね。ね、そういう形で入り方した人じゃあんまりいないんじゃないかなって気がしますね。はい、それでまあ結構長いですよ、そうすると。もう何年くらいになる。そうですね。キャリア何年？キャリアも18。18年。はい。でももうあのですね、まあその時から入れるとやっぱりもう人生の半分以上。今プロレスになってしまったので、少女に入って、少女入ったのに今中年になってしまいました、あーねー、はい、18年ってすごいですよね。じゃあそれもう一人、石橋葵さん、はい、石橋さんはどういう、もう何年ぐらい今プロレスになってから。15の時に一応入ったんですけど、まあ1年ぐらい逃げに辞めてたんで、まあ、でも合わせると4年ぐらい、はい、で どういうどこに入ったんですか一番最初は。一番最初はネオンという団体に。あ、練習生かなんかに入ったの。はい、入りました。15で練習生、ネオンに入って、はい、でそこでデビューしたんですか。一回、はい、16になってしました。デビューして、それでそれから、それの前に逃げたの。いや、そこから逃げた。デビューして数試合ぐらいで、あ、ちょっと逃げたんだ。逃げましたそれでその後はどうしたんですか。またどこに戻ってきたの。ネオにまた戻ってきたの。その後は1年ぐらい休んでたんですけど、やっぱネオが解散しちゃってたので、うん、あの海援隊の博多大会で復帰させてもらいました。へえ、なるほど。それで今、まあ、神林さんもいろいろ紆余曲折というか、あちこちの団体渡り歩いてきたんでしょうけども、はい、今は何やってるんですか。そうですね、そこで、まあ
そういうこんなじあのこの年齢差はあるんですけども、そのレーナっていう団体でそこで初めて石橋と会って、でまあそのレーナというものがまああの解散したりとかいろいろありまして、まあ2年ぐらいなんだかんだで一緒にいるうちに、あのまあ石橋と他にも数名いるんですが、今ユニットを組ませてもらいまして、そのフリーユニットなんですが、今そのフリーユニットで、まあ、石橋と一緒にその他のまあ、外国人選手もいるんですが、あと一緒に今みんな団体で行動している感じですね今現在は、はい、団体というか団体ではなくてユニットですね、そのユニットということで、はい、それで、やってると、はい、いうことですね。そういう、はい、今日のお客様神林亡くなりました神林亡さんと石橋葵さん、この2人あるいはこの番組に、のメールファックスなんかといただける方はメールアドレス、789@kfm789.co.jp789@kfm789.co.jp、ファックスの方は0356705332 0356705332 までどしどしお寄せくださいということで、神林さん、そうこの前大阪でね、はい、FMW がなんか、みんなに出てきましたね、懐かしい顔ぶれが、いっぱい出てまだいたんだって感じで見てましたけどね、すごい10年ぶりに会った先輩とかもいたかもしれないですが、ね、みんなやってるんですかあれ。そうです、あのみんななんかこう地元に帰られたりとかして、でそれこそ今そのご当地の団体がたくさんあるので、その近場に皆さん出てらっしゃったりとか、あでもやっているんだ、はい、ね、いるみたいです。そうですよね、今日びっくりしたのがあまりみんな変わってないっていう、確かに確かに、はい、あの安心しました。なんか急に老けてたりとかしたら嫌だなと思ったんですけどでちゃんと体も作ってるし、はい、大したものだと思いました。確かにね、はい、で FMW とあんな感じだったんだなって思って、結構あの頃は要するにですね、あのメジャーの団体の楽に入ってくるくらいだったじゃないですか。あ、今考えたらもうメジャーですね。まあね、バス2台あったりとかしました、はい、ね、本当にすごかったなと思って、はい、一時で、私とフリーになってすぐにその怪我をして、あの先生にお世話になったじゃないですか。そうですね、そしたらまた奇遇なことにしばしも大怪我して、また先生にお世話になってっていう、なんかすごい変なご縁っていうか、もう本当お世話になりましたあ、そうか。で、今怪我はないですが、神林さん全然怪我もしないの最近。あの最近ちょっと肉離れしたんですけど、はい、あのびっくりしましたけど、まあ結構治り早いみたいで。そうですよ、プロレスはそうなんですけど、治りが早いってことになったんですね、はい、最近そんな大きな怪我をしてないですね、丈夫なのかなと思いまして、はい、神林さんってその何だっけ、その当時18年前ですよ、はい、プロレスラーので何か元気が出るテレビでデビューしようとした時には、誰が女子プロレスラー誰がいたんですか。あのこと何か対抗戦なんかが全盛期だったと思うんですが、私はあのプロレスラーになろうと思ったきっかけが、その何か日本のプロレスじゃないんですね、実は。あの、当時あの全米女子プロレスっていう、あの LPWA っていう、はいはいはい、そのあの向こうのアメリカ人のこうなんかもうおっぱいの大きいお姉さん、今でいうディーバみたいな、はいはい、結構ルックスのいい選手がいっぱいいて、その時にバンビとかあのマリア・ホサカとか、あのレジー・ベネットとか、テリー・パワーとか出てた時があったんですけど、あれ北海道のなんかそのなんかそう地方チャンネルみたいので、深夜に流れてたんですね、それを見て私プロレスラーになりたいって思ったので、もうなった時には散々みんなにバカにされてそんなの見てプロレスラーになろうと思ったらお前ぐらいしかいないって言われたんですけど、はい、でも結局今やっぱみんなディーバーがやっぱ来てるんで、そうだよね、先見の目すぎちゃって時代がついてこなかったんですよ私まあちょっと一曲いきましょうかね。まず何かリクエスト、今日3曲やってかけますから、何かいきますか。あ、じゃあ私のリクエストからいいですね。はい、お願いします。あのマドンナで、あのハングアップ、はい、ハングアップ。
はい、マドンナでハンガップという歌曲を聴いていただきました。さてそれで、あと石橋さんいきましょうかね、はい、石橋さん、はい、どうして逃げたんですか。ストレートですね。先生逃げる話好きだ。だいぶオブラートに包んでる。なんで要するになんかプロレス業界が嫌だった。いやそれらあんたがさ、はい、15歳の時とかさ、はい、何かに憧れてプロレスラーになるわけでしょ。女子プロレスになろうと思うでしょ。誰に憧れたの。自分もともとそのドラゴンゲートさんが好きで、うん、全く女子を知らないで入っちゃったので、うん、ドラゴンゲートの選手見て、はい、あの誰だっけシーマとかあんな人たち見て、はい、ドラゴンキットさんとか、あドラゴンキットね、あのいいなってあんなことやりたいと思った。はやぶささんとかに行っちゃ好きになって、うん、まあそこからもう女子はもうわかんないんで検索して、うん、厳しそうなところを選んで、うん、自分に甘いので、うん、厳しそうなところを選んで、ね、でネオ入っていこうとして、はい、ネオ入ってネオ入ったんだ。ネオ入って、はい、まあデビューしたわけでしょ。デビューするその練習とかそういうのは嫌じゃなかったと。練習がもう毎日朝が来るのが嫌でしょうがなかったです、ね、あそんなきつかった。はい、あなんかそのそれなる前は運動格闘技とかやってたの。全然美術部部長とかで美術部でもうダメでした。あそうだった。それじゃあ本当運動はあんまりしなくて、はい、そのプロレスの厳しい練習に、はい、まあ、でもついていったからデビューできたわけだよね。そうですね。はい、で、デビューしてやったと思ったんだけど嫌なちと、まあ、ちょっとなんかこうちょっとこう嫌んじゃってプロレスが嫌だったわけじゃなくて、そのだなんとなくその 人間関係だとかその団体が嫌だったとかそういうことなんでしょ、はい、まあ大体ね、その時も自分子供だ、まあ、子供だったんで、うん、やっぱ、うん、そんなに。それで、まあ、プロレスから離れて、はい、1年ぐらい離れてたわけ。そうですね、1年ぐらいやめてましたもん、うん、それでまたやっぱりやりたいなと。はい、やっぱプロレスの人っていうのはプロレスに関わった人は、まあ、そのレッサーじゃなくてもね、やめてもみんな戻ってくるようになるから。そうですね。なんだろうプロレスの魔力ってなんだろうなと思う。魔薬みたいなもんですよ。ねえ、やっぱり不思議だなと思う。レスラーなんかも何回引退すればいいんだと思うぐらいね、必ず戻ってくるもんね。はい、そういう普通のさ、あのフロントの人なんかもやめてっちゃまた帰ってきて。そう、フロントの方もそうなんですよね。選手に限らず不思議不思議なとこだよね、はい、プロレスはね。あんなに苦労したのにみたいな、うん、ちゃんとみんな受け入れてあげるしね。すごい。女子なんかもで本当にみんなこう離合集散の激しいところでね、もうくっついて離れくっついて離れするじゃないですかね。え、そうですね。うん、女子もまあものすごい今団体がいっぱいあるし、あでもいっぱいもないか。いや、あ分散して またなんですかね、フリー増え出すですかね。一回フリーが多い時期があって、うんうん、やっぱまとまろうってなって、ね、またちょっと散ってみたいな感じ、うん、でもやっぱりこう自分だったら団体を起こしたりなんかするときは、うん、やっぱりこういうプロレスをやろうとか、はい、こういうポリシーでいこうとかなんかやっぱりあるは考えるわけでしょ。で、ね、ビジュアル系でいこうだとか、はい、なんかそういうのもあるじゃないですか、はい、ね、格闘系でいこうとか、はい、やっぱそういうの、その今のあれはどういう感じでやってるんですか。とりあえずですね、あの基盤をしっかりしてからじゃなければそのあたげいつか、まあ、やっぱ夢としてあたげはしたいんですが、ええ、やっぱメンツをちゃんと揃えて、その、ええ、基盤がちゃんとできてから、うん、あのあたげをしようっていう感じで、今それを一応目標に、あのみんなでなんだやっぱなんでしょうね、その今こう団結力じゃないですけど、ええ、その団体としてのまとまりがなんかちょっとバラバラっていうことがいっぱい多いと思うんですけど、うん、その団体のまとまりっていうのが多分一番大事なんじゃないかなと思って、うんうん、そのこの団体を一番よくしてやるよとか、うん、一番になりたい、この団体を一番にしてやろうっていう気持ちがなければなんかこう団体の意味があんまないのかなっていうのもあるんですね、うん、はい、ただやっぱり団体を起こすとそれなりにいろいろ経費もかかるし、うんうん、あの起こさないでその時だけこう選手集めて攻撃打ったりなんかしてる方が、はい、うん、楽は楽だよね。そうですね。ただその面白みというか先というかがちょっとやっぱりそれだと 見えないというか、うん、ね、そういうのもあるので。そうだ、ね、ただ今ちょっとあのこのメンツがいて、でも石橋が、うん、まあ、19歳じゃないですか。19歳 で18歳の練習生がいて、あとなんか外国人2人今基 、うん、基本ベースにいるんですけど、うん、考えたら未成年と外人と私がいないんですよ。それ結構ねすごい状況だなっていう。そうだよね、まあ、面白いっちゃ面白いので。でまあ、石橋なんて10、まあ、私が知り合ったのも16、うん、7だったんで、うん、で10しか今19歳になってて、うん、大人になれる瞬間私は今見れてるので、うん、人がこう大人になる瞬間とかすごい面白くて、うん、若いので、うん、なんかやっぱり成長が早いじゃないですか、うん、いろんなことに対して、うんう
でも自分は年取ってって、うん、覚えが悪かったりとかするので、あ、若いってこういうことなんだっていうのすごい見てて、うん、なんか勉強になるんですよね。勉強なんだ、うん、でも19歳ぐらいもちょうどレストランデビューしたんですよ、もうコンペスタン。私はそうですね、うん、FMW にちょうど入ったのが17ぐらいだったん で、 たんでもデビューしたのは多分19ぐらいだったので、ああ、はい、ちょっと遅かったので、デビュー、まあ、練習生の期間長くて、でもか、ちなみに今年卒業なんですよ、学校。あ、学校行ってんの？はい、今高校。高校で、高校なんだ、はい、あ、ちゃんと高校行って、それで、ま、通信なんですけど。あ、通信で、はい、お母さんと約束したんでしょ、お父さんと。あ、偉い、偉いんですよね。卒業だけはしっかりっていう、うん、そうだよね、はい、あ、って言ってたんですよ。高校生レスラーって最近よくいるよね、なんかでね。なんかちょっとあんま売れなくなっちゃいましたね、名前的に。あんまり高校生推してなかったんで。ぽくない、見た目がぽくないんで。ぽくないな、ぽくないなって言われてもない。髪赤いですからね。そうですよ、なんだ、はい、まあ、それで、まあ、高校卒業してレスラー、今度はじゃあプロレスでもずっと神林さんついていこうと。そうですね、もう、ね、新しい団体のために頑張ってやってみようと、はい、そうですよ ね、 ね、36までできるぞと。もっともっと、はい、お母様が年近くでびっくりしましたね。多分そうだよね、はい、そうか、いいね、だけどね。うん、でも今本当にいろんな団体があってさ、ビジュアル系で売ってるとこだとか、うん、やっぱりそういうとこが一番なんかお客さん入ってるよね、女子はね。そうですね、まあ、やっぱうちはやっぱ個性でいこうかなと思ってるんですよね、うん、やっぱ僕らもビジュアルはすごくいいんですけど、髪赤かったりとかするじゃないですか、うんうん、でやっぱ大人は言うじゃないですか、やっぱ髪黒い方が可愛いねとか、うんうん、あの若いんだからとか。でも多分この子に言っても分かんないですよ、うん、私はもう分かんなかったんで、うんうん、なんでも個性を重視して、うん、なんか伸び伸び、そうだね、やれればいいかなっていうのがあるんですよね、うん、逃げない団体。逃げない団体。逃げない団体を。借金払うとしてさあ、じゃあもう一曲いきましょうかね。今度は誰とリクエストいきますか。はい、自分の桃色クローバー Z の乙女戦争。じゃあ乙女戦争いきましょう。
ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。今日はゲストに女子プロレスラーの神林明さんと石橋葵さんをお迎えしてお話を聞いております。メールが来ました。ちょっとね、はい、読ませていただきましょうね。神林さん、石橋さん、出演おめでとうございます。2人とも林先生に怪我でお世話になったんですね。そっち方面では今後あまりお付き合いなくなるといいですね。これから世界プロレス協会の活躍期待しております。石橋さん、随分髪がプリン、はい、プリンになってきましたな。ルークさん、ありがとうございます。ありがとうございます。プリンって何して結構根元が黒い、黒くなってる。あ、それプリンっていうの、はい。蜜です、蜜、ここがまだメールがね1通ですから、ちょっとまだまだ ね、はい、まあ、またルークさんでもいいですし ね2通目は何通でもね。そうですよ、まだまだいただきたいと思います。道がありますからね、まだね、ぜひお寄せください。さて、さて、さっきと続き、話の続きですけど、その女子プロレスラーのね、はい、その私いつも言うんだけど今ほらお客さんが男の人が多いじゃないですか、はい、でしょ、はい、レーダーなんかもそうだったんでしょ。そうですね、まあ、ね、こう石橋のお客さんの、あ、そういうね、はい、やっぱりちょっと綺麗な子を入れると、うん、お客さん、男のお客さんが来るとちょっと綺麗な子入れると ねでだけどあのクラッシュがね、あのクラッシュがあれだけ前世、はい、あの前世時には、はい、お客さんは全く女ばっかりだったんですよ、うん、若い女の子ばっかり、 それがみんな踊ったり、あの通路に立って踊ったりしながら、うん、それから長屋くんなんか出てくと、もう本当にみんな寄ってきて、はい、ずっとついて歩いたりなんかした時代があったわけですよ、はい、であの時はすごい女子プロレス一番儲かったんじゃないかと思うの、はい、ね、で男のお客さん、それから途中からとにかくなんていうかほら、ブルータかさ、うん、あの辺がこうアジアとかがやるようになってきた時に、はい、だんだんお客さん男になってきてというね、はい、そういう変遷があるわけですけれども、はい、今も男の人が多いと、まあ、もらい物が少ないのはしょうがないと思うけど、ね、それなんかこう盛り上がらない、ただまあ好奇心ってわけじゃないけども、なんかそういう目で見て、本当になんかこう一緒になって、この子に憧れて自分たちも一緒に踊るとかね、そういうような感じがないんじゃないかと思う。だからもう一度ああいうクラシックギャルじゃないけども、まあ、あの時代をね、ああいう感じのプロレス、女子プロレスにならないと、あの盛り上がらないんじゃないかなという気をいつも思ってるんですけどね。どうですかね、その格闘技もいいんだけど、まあ、歌えとは言わないけどさ、なんかこう女の子たちに憧れられるような女子プロレスラーにならなきゃいけないんじゃないかな。やっぱり会場に女の人とか、やっぱ女の人の支持ってやっぱ嬉しいじゃないですか、うん、同じ同性として、うんうん、だね、ちょっとやっぱりなんかファッションリーダーみたいなことかな。あ、まあ、そうかもね、まあ、それでも全然おしゃれな子とか、そう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 、やっぱかっこいいなっていう、うん、その女が見てかっこいいな、私もなりたいなって、やっぱ、うん、なんその時代とかお金とかって、あの動かすのって大体女の人じゃないですか、うん、そうですよね、確かに、うん、そうだよ本当に、あのお財布もそうじゃないですか、うん、やっぱり化粧品はどんなに高くてもやっぱお金出すし、うん、女の人は欲しいものに対してもう貪欲なんで、うんうん、そのターゲットをやっぱり本当は女性に見てもらいたいなっていうのはすごいあります。そうやっぱ若くて綺麗な子とか、ね、やっぱかっこいい、うん、とか、なんか最近パッと思ったやったんですけど、やっぱ長野さんとかボーイッシュだったりとか、うん、そういうなんか 美少年っぽいその女子プロレスラーっていうのは最近少ないなっていう、うんうん、少ないかもしれない、確かに、うん、ボーイッシュな感じの子がちょっと今少ないのかな、うん、そういうのがいいのか、そういうのが女の子はいい、そうですね、やっぱりその思春期の頃ってやっぱり男の人ちょっとなんか不潔みたいな時期とか絶対あると思うんですよ、うん、あるあるある、そういう時にやっぱり綺麗なかっこいい女の人がいたら、うん、そこにみんながこうね、それだよそれ、じゃあボーイッシュな、そうですね、かっこいい、かっこいい、うん、こう入ってほしい、入ってほしいですね、18歳ぐらいでなんかショートヘアの、そういうのやったらいいじゃないですか、うん、ね、あのバスケットボールの選手みたいなのが背広っと高くて、モンチッチみたいな頭とか、もう、まあ、もう 美青年みたいな、はい、やっぱそういう方がなんかやっぱ男性にもやっぱりそういう、ねね、引きもあるし、うん、そういう子が最近いない。ビジュアル系はほらあのスターダムだっけ、はい、なんかまあそこでやっててそれなりにお客さん集めているけれども、はい、まああいうのもねちょっとどこまで行くかなって感じはして見ているんだけど、うん、やっぱりちょっとそういうのは今言ったような感じのやつはいいかもしれない、はい、とにかく女の子のファンを作ることだよね。そうですね、絶対そしたら長続きもするし、ビジュアル系でいくとやっぱバファーはこう島流しみたいになっちゃうんで、うん、あのね行き場所がなくなっちゃうんで、うん、やっぱそれなりのポジションっていうか役割というか、うん、可愛い子もいればかっこいい子もいて、うん、でそのベテランがいてとか、なんかそういうバランスがねあれば一番、その団体としては、ね、やっぱ綺麗な子だけとかでかい子だけとかでもつまんないと思うんで、
そういうバランスがしっくりくれば一番面白い感じなのかなと思うんですけど、うんうん、やっぱりそのああいう熱狂するお客さんがもう一度来てくれると本当にいいなと、なんか見る機会が、うん、多分見たことない人とかどうやって見るのとか、まずチケットどうやって買うのとかから始まると思うんですよね、うん、で特に女の人なんてちょっとで興味あってもなかなかその一歩踏み出せないんで、うん、なんかその入り口もっと広くできたら一番いいですよね、うん、確かに、うん、じゃあそれそういうそういう感じで頑張りますか、頑張りますか、ね、頑張りますそういう方針で行くようにしましょう、じゃあ、はい、ね、中学校のなんかね、ああいう中学生とかがいっぱい来るようなとことかでもいいのかもしれないですね、進路でプロレスを選ぶっていう、ね、はい、そうだよね、はい、うん、なんかそれ多感な時期に何かの電波に引っかかってもらったら、うん、やっぱりそのためにやっぱり憧れる人がいなきゃいけないし、うんうん、まあ、会場に来てプロレスをやるだけで憧れてたんじゃやっぱりなかなか見る機会がないから今はね、うん、前兆的なあれでテレビでやってたからみんな見てたわけですけどね、はい、今テレビの露出がないじゃないですか、うん、女子はね、うん、だからなんか形別の形でどっかで例えば雑誌に出るだとかなんとか、はい、それファッションでも何でもいいけども、うんうん、そういうので別のところで活躍していかないと、ギャル雑誌とかね、いいじゃないですか、読者モデル、読者モデル読者モデルね、だ新日本なんかそうなんですよ、新日本なんか今こうやって散々テレビやってて、はい、ね、まあ、プロレス自体はまあよろしくやってないけれども、ああいうふうに他の番組出たりね、スイーツに出たり、うんうんうん、南アフリカ行ったりなんかしてやってるじゃないですか、はい、ああいうの出るのでやっぱりだんだん人気が出てきて、うん、お客さんも増えてるわけですから、はい、そういうのが大事だよね今はね、そうですね、間口を広げとけばどっかしらに誰かがね、はい、ですよ、そうか、この番組からどうですか、この番組から少しそのそういうね、ちょっと売れそうな女子プロレスラーを作って、そうですね、そうですよ、そう、ね、どんなとこからでも、はい、ね、宣伝していけば、あと地方とかね、あ、うん、やっぱ私もそうだったんですけど、なりたいけどどうしていいか分かんない子とかもいると思うんで、うん、なんかもっとそういうの分かりやすく、地方でやるときはビラ配ったりとか、ね、募集みたいな、うん、なんかそういうのとかもやった方がいいですよ、やります、やりましょう、やりたいです、やることいっぱいあるよね、やることありますね、じゃあというわけで、もう一曲リクエストいただきましょうかね、何いきますか、はい、あ、またいいですか、マドンナで、はい、マドンナでミュージック、はい、じゃあそれお願いします、
言うもんですね。またメールをいただきましたね。やっぱり言わなきゃダメだなこれは。石橋葵なら、はい、同性からも憧れるもだれ、憧れもだれる存在になれると思います。そのための努力は惜しまないように、はい、歌って踊りますか。またルーキさんですよです、ね、歌って踊りますかって言ってますね。歌って踊りますか。踊りません。踊らないんだ、はい、まずプリン直そうかそれであんま知らない。もう一つ来てますね、うん、林リングドクターゲストのお二人様、初めてメールします。お二人が今後対戦してみたい相手は誰ですか、その理由も教えてくださいってありますよ。神林さん誰と戦ってみたい。なんか、ま、特に誰って今はないんですけど、やっぱあの外国人選手と戦いたいですね。外国人、はい、あなんか西洋の人となんか、はい、テリーパワー誰どうですか。 あとチャイナとか、チャイナとか元チャイナとか、いいじゃないですかね。はい、そう戦いたいです ね、はい、体で負けないようにしてください。はい、ね、頑張ります。石橋さんどうですか。自分はやっぱ入るきっかけになったドラゴンゲートさんとか、ドラゴンゲートさん、あいつこと一緒、まあ、あとはやっぱ自分の中の目標の、まあ、だからデスマッチ、デスマッチとかもやっぱりやりたいなって思うんですけど、やっぱ基本がまだできてないんで、うん、やっぱちゃんと基盤をしっかりしてからっていう、うん、自分で基盤がなかったら本当デスマッチになっちゃうからそうなんだ。え、じゃ誰と戦いたいの。それ憧れてる選手があんまりいないの。あ、まあそうですね、まあ、まあ、ドラゴンゲット、ドラゴンゲートとか、ね、男の選手だから、ね、男でやるしかないやっぱね男でやるしかない。そうですか。またね、またセックスカウンセリングをされる林リングとかどう思いますか。この人よく知ってますね。足立区ミッドナイトエクスプレスさん19歳の方ですね。読んでるんですかね。毎週火曜日日刊現代でね、特大変の性の相談室になってますね、はい。セックスカウンセリングって本当、まあ、セックスというか、まあ、男をねしっかりしろって、ああどこしっかりしろって、まあ、こういうことで、ね、いつも書いてるんですけどね、うん、はい、立ち上がれ一本ということでいつも書いてるんですけど大事ですからね、そういうのね、はい、まあ、そういうことやってる私どう思いますかって書いてどう思いますね。いや素敵ですよ頑張ってくださいって言うしかないですよ手広いですよ先生言うしかないです。さあじゃあ今度さ告知いきますよ。これからどういうどこでやりますかプロレス。あ、プロレスはですね、あの一応今後の予定は一応ちょっと一回決起集会をしようってことで、はい、でフリーになったばっかりなんですから、決起集会があります、はい、それちょっと石橋選手に言ってもらいます。飲みどこ飲み屋でやるんですか、はい、先生来てくれるんですか。あ、近い近い、新小岩のバーフォキシーさん、ね、バーフォキシー、はい、はい、もう新小岩の駅からすぐそばなんですけど、はい、山椒ビルの2階で、3月24日に6時から、3月24日6時半から、はい、6時からですね、6時から、はい、3月24日6時からやろうと思ってますね。でじゃあ誰でも参加できるの。誰でもできます。あの決起集会、そこで私たちの決意と今後の抱負を、はい、飲みながら話そうっていう。え、じゃあファンの人が集めてやるってことでしょ。そうですね、あのさっきね、ルークさんとかね、ルークさんに来てくれるはい、あのまああとあと追ってまたリリースとかさせてもらうかなと思ってるんですけど、ああいいですね。そこで、はい、今後の予定を今作戦、今月あれなんですよ、作戦じゃないけど今後の、はい、あの予定を立てる強化期間みたいな感じだったんで、ね、あ、なるほど、みんなでミーティングしたりとか、うん、その未成年と外国人と私で、はい、今月はじゃあ試合は特にないんですね。個人個人の試合はあるんですけど、みんなバラバラに出てるんだ、はい、バラバラに今出てるんですけ ど、 あ、なるほど、はい、まとまったことの関しては、まあ、その時にちょっと発表してもらおうかなっていう。そのそれがなんてとりあえずなんて団体なんですか。団体というかその今世界プロレス協会、あ、世界プロレス協会、はい、あ、世界ということで外国人もいるから世界ということですね。そうですね、なんか世界を目指そうって、要は世界からも受け入れよう、自分たちも世界へ行こうみたいなところもあって、はい、うん、世界プロレス協会、はい、大きく出たんですよ。すごいですね。なんかいろいろあったんですよね、名前を決めるあれが、うん、でなんか自分かっこいい横文字とか考えてたんですけど、うん、最終的に漢字だ持ってかれる、漢字でいけっつって世界プロレス協会だそうですよね。その決起集会が3月24日ですか。決起集会、はい、ね、3月24日、新小屋のホクシーさん、はい、ね、はい、ルークさんぜひお金使ってください販売さんの手作り料理が出す予定で、はい、そうなんですか、よろしくお願いします。じゃあ本当に頑張ってくださいね。あ、期待してますよ本当にね。怪我した先生とこにぜひぜひまたいらっしゃいませ。さて、それでは今月の推薦歌謡曲のコーナーに行きたいと思います。人々の心を癒し勇気づけてくれる、歌謡曲を推薦していきたいと思います。今月の推薦歌謡曲は、クラシックを基礎にジャズから演歌まで幅広く歌いこなす千里さんの歌をお送りいたします。会いたい
会いたい。あなたはなぜ私から去って行ってしまったの。あなたを追ってどこまでも、またあなたの胸にすがりつきたいの。去って行った人を追いかけて空港を飛び立つ女心を切々と歌い上げる千里さん、追いかけてお聴きください。だって訳も言わず消えるなんてどうかしてるわ。いやよ話さないで、一人ぼっちはいやよ。黄昏の色に染まる空港、今あなたを追いかけて着いたの。幸せだったことに、星屑のような街の明かり、ねえお願い受け今日はね、楽しくお話を聞きましたけどね、
本当にプロレスは、ね、やっぱりまだまだこれから広がる要素もあるし、から新しい形を作っていけばお客さんもまだまだ来ると思いますからね、ぜひ今までないようなプロレスを作って頑張っていただきたいと思いますよね。まあ、健康に気をつけて、神林さん特に健康にだけ気をつけて、もう、ね、この怪我じゃなくてもう健康になってますからね、そろそろ、ね、怪我しないようにしてくださいね、はい、で若い人も、はい、頑張ってね、逃げないようにしてくださいよ。逃げたら先生喜んじゃうから。逃げたら逃げようしてきたんだよ。大体ね、男ができると逃げるんだよ。やらしいやらしい。逃げないように頑張ってくださいね。はい、だけど本当に全場的にも結構いたよね。バスのツアーなんか行って、ふとあこんなことしていけないんじゃないかと思ってね、逃げちゃうのにしたんだよね。でも逃げ多かったですよね、そうそうそう、一昔前はね、本当に。さあ皆さん、まだまだ花粉とかなんか飛びますからね、大きに笑って、結構笑ったら花粉が入りますね、まあ、ダメだ。マスクをして、マスクをしてですね、外出する時はいつもマスクをして、帰ったら手洗いうがい、まあ、今週もまた楽しく過ごしていただきたいと思います。それではまた来週も お耳にかかります。それでは皆さん、さようなら、ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。今日は、ね、皆さん、さありがとうございます。光が差し込めば違った場所になるよ、明るく変わるだろう。お医者様踊ろうよ、元気で楽しく今日も。お医者様世界中が平和に暮らせたらいいな。